速稼塾の久保です。生活保護費についてね、いろいろと考えてみたんですよ。で、私まだ考え始めて2日なんで、何とも言えないところがありますけども、まあ、とりあえず30万ぐらいは今の時代いるんじゃないかなと思って、いろいろとね、ざっくり試算してみたんですけども、ちょっとね、30万じゃ足りないかもしれないなってところに来ました。まあ、ですんで、今ね、10万とか15万の生活保護費では、本当に爪に火を灯すような感じで、もう生きた心地がしないっていうかね、生命を維持できるレベルであり、健康で文化的な生活はちょっと難しいんじゃないかなと思ってるんですよ。例えばね、お金が少ないと食品も選べないじゃないですか。低価格のもの、要するに質の悪いものを選ぶしかなくなっちゃうと思うんですよ。で、上流階級の方が食べてるのはね、なんか無添加とかね、なんか酵母入りとかね、ああいうのは確かに高いんで、まあ、平均的な所得の方もなかなか手が出ないと思いますけども、まあでもね、食べるものの自由が極端に制限されているっていう状況じゃないかなと思うんですよ。生活保護の方ね。で、普通の人の暮らしって別にたまに外食したりとか同窓会行ったりとかね、二次会行ったりとかって、そんな別に贅沢じゃないと思うんですよ。毎日じゃなければね。それこそ10万円のうな丼を食べようみたいなことにもならないと思うんで、ちょっとね、食費のことからもそうですし、住居費のこともそうですし、まあ私もね、知らないことが多いんで、ご批判はあると思いますけども、とりあえずね、私のデザインする生活保護費のモデルっていうのができましたんで、ご覧いただければと思います。いかがでしょうかね、これはね。はい、こんにちは。速稼塾の久保です。生活保護費をね、私、シンプルに考えてみたんですよ。これはね、生活保護、例えば10万なら10万、15万なら15万でやっていけってものではなくて、一体、この令和2年にですね、健康で文化的な生活を送るためには、どのぐらいのお金があったら、まあ、それができるのかなってことを、本当にね、シンプルに考えてみたんですよ。多分、これは必要ねえだろうっていう人あんまりないと思うんですけども、ちょっとご覧いただければと思います。まずはですね、家賃って書いてますけども、これは、まあ、住居費ですよね。賃貸なのか、なんか一戸建てに住むのか、いろいろあると思いますけども、健康で文化的な生活ってのは、まあ、購入する家なのか、もうもちろんね、大邸宅ってわけではないですよ。で、高級マンションってわけではないですよ。でも、まあ、5万円ぐらいはいるんじゃないかなと思うんですよ。で、教育費とかもかかってくるし、持ち家だったら、修繕費とかもかかりますからね。そう考えていくと、住めればいいだろうっていうレベルじゃなくって、健康で文化的な住居に住もうと思ったら、安くても5万円ぐらいかかるんじゃないですかね。もう私の例で恐縮なんですけども、まあ大学に行っていた時って、ワンルームマンションに住んでいたんですけども、家賃5万5千円でプラス教育費だったですからね。まあ贅沢だったといえば贅沢だったのかもしれませんけども、まあでも健康で文化的な暮らしでしょ？それを基準にすると、やっぱりね、地方でも、それから都心でも、5万円の補助がないとやっていけないんじゃないかなと思うんですよ。で、もちろんね、地方で2、3万でいいところあるよっていう方は、別にその家賃ね、2、3万でいいんだったら、5万円を受け取るんじゃなくて、別に、あ、3万でいいですよって設定してもいいと思うんですよ。どうなんでしょうかね。で、次なんですけども、光熱水費ですね。これも、いろいろとお考えあると思いますけども、電気代はやっぱりね、1万円前後かかるんじゃないかなと思うんですよ。家電も増えましたしね。で、電気代とか値上げしてるわけでしょ？で、30数年前の水準で、光熱水費って測れないと思うんですよ。まあ、ですんで、5万円ぐらいは確保していただいて、これによってね、ガス代ですとか水道代とか、もう十分だと思うんですよ。このぐらいあったら。十分だと思うんで、5万円から、まあ、余った分は、返納するなり、まあ、別のことに使うなりっていうふうにしていただくといいんじゃないかなと思うんですよ。で、もちろんね、これね、生活保護って、一世帯一人暮らしっていう設定ではないと思うんで、一世帯で4人暮らしとかになると、光熱費で5万円っていうのはそんな変な数字じゃないと思うんですよね。ちょっとまだね、私もね、いろいろとケーススタディしている途中なんで、ここは違うよって考え方がっていうところがあったら教えていただければと思います。で、次なんですけども、これもね、30数年前にはなかった概念なんですけども、通信費ですよね。固定電話が家に1個っていう時代ではないんで、1人1台のスマホなんですよ。で、スマホを買うと分割とかになるわけでしょ？なんか、スマホで実質タダだけども、実際はスマホを切り替えたら、スマホのね、この携帯の機器代ですよね。機械の代金は分割で払ってるわけじゃないですか。そう考えていくと、2年がかりでスマホの代金15万とか、ね、10万とかって言われますけども、そのスマホ、iPhone なら iPhone の分割で払ってるわけじゃないですか。だからそれは、やっぱりこう、ここに組み入れていかないと、じゃあ、生活保護の人は通信手段、
時代にそぐわないものでいいんですかってことになったらそうではないですからね。うん。で、あと固定回線も私ね、一家に 1Wi-Fi とか当たり前だと思うんですよ。固定回線ね。うん。だからこれはもう光熱費と同じレベルでつけないといけないから、じゃあスマホと固定回線だけで2万円ぐらいかかるんじゃないかなと思ってるんですよ。で、昔はね、黒電話1個あればよかったんですけども、今そういう時代じゃないんで、もうこれ携帯とか、持ってないと、もうどうしようもないですからね。だからこれは、国民の当たり前の権利として国が保障するって形で2万円でいかがでしょうか。次、これも時代の変化と言いますかね。移動手段ってすごく大事なんですよ。うん、この車の維持費ってのも、もうさすがにね、健康で文化的な生活を送る人には必要ですんで、じゃあ車を持ちたくないですって方に関しましてはこれはいらないと思うんですけども、もしくはね、交通費、タクシー代みたいな名目で振り分けてもいいと思うんですけども、基本的には車の維持費ぐらいはそんな高級車じゃなければ面倒見ろよって話ですよね。これには車のローンで買った場合ね、分割の支払いですとか、それから任意保険。で、細々としたね、オイル交換とかメンテナンス費用ってかかるでしょ。で、ああいうのも込みなんですよ。うん、で、ガソリン代ももちろんこの中に組み入れたいんですけども、これは使う人によってまちまちなんで、モデルとしては、軽自動車の、まあね、5年落ちぐらいの軽自動車っていう風に設定して、このぐらいの燃費かなっていうので、まあ出してみました。リッター15キロとかね、あんな感じで。5万円あったら多分、結構十分なんじゃないですかね。うん。で、次、食費なんですけども、この食費ってのも、だいたい1日1000円で計算すると3万円になっちゃうんですけども、でも食費ってね、たまにお友達と外食するとか、どっかお呼ばれしてね、なんか同窓会とか、あると思うんですよ。で、あとはね、人によっては、このアレルギーがあるから、低価格のもんばっかりじゃダメで、無添加じゃないとダメっていう方もいると思うんですよ。で、そういう方のことも配慮して、選択肢をね、ちょっと、限定しちゃいけないかなと。なるべく広げるだけ広げて、食費は5万円でどうかなと思うんですけど、いかがですかね。うん、で、教育代ですよね。これはね、やっぱり今の生活保護の概念には入ってないと思うんですけども、自己教育して生活再生のために何かしらの自分の能力とか知識への投資って有料の部分がいると思うんですよ。例えば、弁護士の資格を取るために勉強するとかね、どっかユーキャンに通うとかね、ユーキャンって今どうなんですかね、あるんじゃないですかね。うん、通信教育を受けるとかね、空手の教室に通うとか、生活保護の人は教育費がないっていうことになっちゃうと、これ抜け出せなくなっちゃうんですよ。まあ、ですんで、自分の望む方向に、自分の求める職種に行くための、自分を教育するためのね、これはいわゆる社会からの投資ですよね。もちろん教育費っていうのは使えば使っただけ、なんか物になるってことではなくて、いろいろ学んだんだけど身につかなかったっていう、そういうリスクも込みですよ。ね。大学に行っても役に立たなかったって方はね、5万と言いますし、専門学校行っても全然専門とは違う就職する方もたくさんいるんで、絶対に元を取れってことではなくてね、その人の可能性を最大限広げてあげて、その中の何人かが目的を達成させていただければ、社会に十分還元できると思うんですよ。だから教育っていうのは入れていただきたいかなと思います。次。健康で文化的な生活を送るためには、こういった生命保険とかの任意保険の安心感ってのもいるんじゃないかなと思うんですよ。うん、保険は別に入っても贅沢じゃないでしょ。ね、生命保険。自分が死んだ後に家族に残すものとかね。いわゆるリスクヘッジですよ、これは。で、保険の勉強にもなりますから、やっぱり保険ってのもね、この日本では、うん、生活必需品だと私は思います。生命保険に毎月2万とかね、その他の任意保険とかいろいろあると思いますんで、5万あれば十分だろうと思うんですよね。ちょっと5万多すぎるかもしれないですね、5万保険代は。だからここはちょっとディテールを修正しないといけないかなと思いますんで、ファイナンシャルプランナーの方にちょっと相談したいと思いますけども、生活保護で暮らしている方に対する保険っていうのはどんなものがあったらいいですかってことですよね。で、最後予備費なんですけども、やっぱりね、お小遣いとかいるでしょ。無駄遣いもしたいし、ゲームセンターにも行きたいし、いろいろとね、服も買いたいと思いますよ。新しいファッションとかね。靴も古くなったら新しいのに履き替えましょうよ。で、あとはね、旅行もやっぱりね、生活保護の方だって、全然健康で文化的な暮らしを送ろうと思ったら、ちょっとね、たまにはね、お金貯めて海外旅行とかね、それから将来のために貯金をするっていうのも、生活保護を受けていながらでも貯金はする権利あると思うんですよ。健康で文化的な生活を送るためには、貯金っていうものもあって叱るべきだと思いますし、じゃあ逆にね、生活保護をあまり優遇しすぎると、生活保護の中から豊かな人が出てきちゃうだろうって思いますけど、そうなったら生活保護は別にね、終わりでいいと思うんですよ。どうですかね。で、合計するとね、私の資産だと37万いるんですよね。
ちょっと羨ましいですね、これはね。37万。うん。まあでも逆に言うと37万の消費を社会に起こしてくれるってことなんで、今のデフレ経済は簡単に抜け出せるんじゃないですか。生活保護の方が37万受け取ったら。で、生活保護の方がもっともっと増えると、多分ね、物余りっていう時代は終わると思うんですよ。今物余りなんで、どんどん過当競争になってしまってね、なかなかお金を使ってくれないとか、飲食店さんもお客さんの取り合いになってますけども、これだけ、生活保護でお金が支給されて、まあ外食もね、5万円あったら結構ね、外食の頻度増えると思うんですよ。それはそれでいいと思うんですよ。そしたら飲食店さんが息を吹き返したりとか、旅行業者さんがまたね、儲かるようになっちゃったり、小さな、旅館とかもね、人が入るようになったりとか、うん、すごくいいような気がするんですけどね。もちろんデメリットもあると思いますんで、今回デメリットなしにね、もう天井抜きで本当に自由に考えてみました。生活保護を今実際に受け取られている方、37万だったらどうですか、足りないことはないと思うんですけども、いかがでしょうか。で、まだ足りないってことでしたら、こっから先はね、自分でバイトしてください。で、40万とか50万を目指してください。というふうな形になります。まあ、とにかくね、37万はどうかなと思いますけども、まあ、30万は生活保護の方といえどもね、絶対ないと、生活保護が固定されちゃうんですよね。結局、社会の負担にもなると思いますし、まあ、負担って言い方は適当じゃないかもしれませんけども、どっかでね、生活保護を抜け出したいって方が、そのチャンスがなかなか見つからないってことになってもいけないんで、チャンスはどんな方にもね、残されるべきだと私は思うんですよ。ということで、今回はね、生活保護費、いくらが適正かわかりませんけども、とりあえず私がざーっと考えたところ、生活保護37万節っていうのが、私一人の中では有力になってきました。皆さんはどうお考えでしょうか。それでは以上です。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと放満すぎるかなっていうところもあるかもしれませんけども、それは今までの生活保護水準で考えた場合なんですよ。新しい時代の生活保護っていうのは、これからいろんなものがね、値上がりしていったりとか、税金が重くなっていったりっていうことを考えなきゃいけないんで、やっぱりね、生活保護費って下げるんじゃなくて上げる方向でいかないといけないと思うんですよね。で、多くの方がね、財源を気にしますけども、生活保護費っていうのは別に私たちから集めた税金で賄われてるわけではなくて、これがね、私も誤解したところなんですけども、これ国債発行ですから、生活保護費っていうのは、こっちに国債をボーンとね、500億とか作ったら、500億円がここで発生するんですよ。誰に返済する、必要もないお金が。だからそれを使っていくんで、誰の迷惑にもならないんですよね。まあ、唯一気にしないといけないところがあるとすれば、需要と供給のバランス、要するにインフレ率ですよね。まあ、そこら辺を、私もね、ずっとね、集めた税金を振り分けて生活保護で一部ってやっていたんで、どうかなと思ったんですけども、まさにね、この国債を切るってことを考えると、誰からの税金にも頼ってないんで、全然37万ぐらいはいいんじゃないかなと思ってるところがあります。うん、それからこういう方がね、経済をどんどん消費者として回してくださればとってもいいと思いますし、あとはね、やっぱりこう自己教育の費用が今回私計上していたと思うんですけども、この概念も今までなかったでしょ。だから40代とか50代で生活保護を受けてる方がね、よし大学に行って勉強して社会の役に立ちたいなと思っても、その道がないわけじゃないですか、最初から。うん、だから生活保護のスパイラルっていうのはなかなか抜け出せなくったりとかしてね、あと世間的にもこう悪い評判を持ってる人がいるわけですよ、偏見をね。生活保護の中から有名な画家が出ましたとかね、有名なミュージシャンが出ましたとかね、アイドルが出ましたとかっていいじゃないですかね。生活保護から俳優が出ましたとかね、全然いいと思うんですよ。それこそ生活保護出身の、国家元首が出たりね、すごくいいと思うんですけどもね、こういうふうな自由な発想を考えた時に、生活保護費って切り詰めさせればいいってもんではなくて、むしろね、放満なぐらい膨らました方が将来世代にはかなり恩恵があるんじゃないかなと考えてますけども、いかがでしょうか。でもちろんね、生活保護を受けてない方が一生懸命働いて手取りが15万だって方いると思うんですよ。だから手取り15万の上に不足分の今回37万ですから、22万を生活保護でプラスオンすれば文句ないでしょってことなんですよ。ですので働いてる方も働いてない方も、37万円の所得は確保された状態でスタートしましょうってことですよね。で、そんなことしたらお仕事する人は辞めちゃうんじゃないのって言いますけども、お仕事する方がどんどん辞めると、それはね、計算上仕事をする方がいなければ職員作る方もいないし、トラックドライバーもいなくなっちゃって結局困るんで、そこは調整するんですよ。生活保護費を一時的に下げるとかね、税率を上げるとか、こうやっていろんなところを調整しながら、微調整しながら、基本的には生活保護の方は自分一人が切り詰めなくてもいいような状態にするんですよね。だからそれが、だからみんなで切り詰めて、みんなでまた豊かになってってことを繰り返すってことでやっていけばいいんじゃないかなと思います。そして最後なんですけども、どんな制度を用いても不公平を言い出す人はいるんですよ。
ですのでね、そこはね、永遠の課題ですけども、不公平ゼロにはなりませんので、どういうふうな制度をとっても、なんか文句を言う人は出てくるし、確かにそれでも困る人、割りよく人はいると思うんですよ。まあ、とりあえず今回は生活保護ってものだけにフォーカスしましたんで、その辺にはね、ちょっと目をつぶっていただいて、これからもっともっと進化させていく生活保護の新しい形ってものが作れないかなと思ってますんで、皆さんもね、お知恵貸していただければと思います。よろしくお願いします。